みなさん、こんにちは。チョリミカンヌのシホです。はい、ということで、今回はね、今回は、なんていうのこれ、正月に、まあ、年末年始。そう、ね、それ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 、年末年始に買ったものを紹介していきたいと思います。ということでね、いろんなお店のものが集結しております。はーい。今回は全体的に衣類ですね。そうだね、うん、ほぼ衣類、いや全部衣類、全部衣類あ、でもしーちゃんのその今つけてるカチューシャ、これは衣類じゃないか、これはスリコですね、スリコで買いました。あ、じゃあもうそれで商品紹介です。商品紹介そこで買いましたね、買いましたね、はい、では基本的に衣類だね。そうだね、一応これも身につけるものなんで衣類じゃないんですけど、まあまあ紹介していきたいと思います。はい、はい、ということでここに並べました。はい、まずね、一つ目、イングなんですけど、実はですね、なんか空っぽなんですっていうかね、もう動画撮る前にもうね、すでに来てしまいまして。そうなんですよ、来ちゃってですね、はい、来ました。はい、で、姉妹でね、久々にお揃いの洋服を買ったんですけど、はい、お正月にね、写真ちょっと撮ったんで、こちらでございます。でだん、はい、なかなかね、いい写真が撮れなかったんですけど、こんな感じで撮りました。なんか、事故画とかあったんですよ事故画は、まあ、あえて載せないと思うんですけど。マジ、うん、事故画、背景バババババっていいよ。え、背景バババババあー、いっぱい撮ったやつをバーって出すの？いっぱい撮った、事故画だけ出して、うん、その上にいい写真を撮って、いやだ、マジ本人がいいって言ってるのでやるかもしれないですけどね。いや続いて、じゃあこちらのね、お店で買ったんですけど、これはもうなんか普通に靴下が欲しくて行ったもん、ね、そう、普通に靴下が欲しくて、靴下は3つ買ってきました。はい、3個でね、1000円でした。ぴったり3個で1000円だったんで、3つ買ってきましたね。はい、2杯がなんか欲しいということでね。そう、3足全部同じ種類の2杯、なんか同じ種類好きで、うん、学校に毎日同じ靴下履いてってるの私。あ、ま、みんな毎日同じなくて同じ種類っていうか、同じ種類ですよ、いっぱいあるんですよ洗わないで履いてってるわけじゃないですから違う違う違う、そこはちゃんと言っとかないとだ、今回も3つ同じ種類があるんで、はい、じゃあ3日間これを履いてて、3日間同じ履いてて も一応3つあるんで洗ってないわけじゃないってことね。洗ってないわけじゃないんですけど、はい、100均、私100均で靴下よく買ってて。あ、そうね、100均なんでね、うん、ママと共有なんですよ。リミもね、リミとも 3人共有で、ね、靴下がめっちゃいっぱいあるわけ、同じ靴下が3人とも履くから、だから毎日同じで種類の靴下なんですけど、決して洗ってないわけではないどんな靴下？ガチでガチでまあ、ということでね、はい、買ってきました。はい、靴下、これで3日間同じ靴下履いててもね、あ、今2足目かなとか、もう心の中でね、思ってください思ってください、お友達の皆さんお願いしますはい、ということで次にね、こちらのお洋服です。こちらのね、お店も初めて行ったんですけど、なんて読むの、私英語、え、ローマ字なら読めるけど英語はわかんない。 EMS って書いてあるね。ね、います絶対違うと思うよ私、英語読めないんですよ。ローマ字なら読めるよ、ローマ字なら3、4年で習ったから。英語読めないんです。これは、しほちゃんがマネキンを見て、あー、かわいい、目を言われても、かわいいって思って。そうなんです、それで一目惚れでしょ。一目惚れして買っちゃいました一気に出しますね。こんな感じになっておりまして、もう見て、もう見て、可愛くない？可愛い、ここから可愛いんだけどまずトップスがね、ブラウス的な感じになってて、ピンクなんです。可愛くない？これピンクなのかな、くすみピンクなの？うん、くすんでるけど一応ピンクですよ、うん、一応ピンクですよね。はいで、こちらのトップスと、はい、こちらのね、スカートでございます。こちらのセットがもう可愛くて可愛くて、でベルトしてたね。ベルトしてました。ベルトはもうね、お家にこんな感じのベルトしてました。こんな感じの、ね、ちょっと細身なんですけど、うんうん、
細めなんで、こんな感じのね。そうね私今日黒のさ服でさ、私全然分かんないんこんな感じで細い服のベルトをしてました、はい、いやこれ着るの楽しみだ。なんかこれをめっちゃ一目惚れしてましたね。超可愛くない超可愛いよねこれ。ちょっと一回合わせてみますね。はい、あのこんな感じになってて、でこれにこのスカーフですよ、こんな感じで。あら可愛い、もう可愛い。でそれにこのベルトですよ、こんな感じの。ほら、あ、ベルト逆だった、まあ、いっかこんな感じ、こんな感じね、こんな感じ。ほら可愛くない、こんな感じです皆さん。可愛くない大絶賛です。可愛いですよね。可愛いですね、今見ても可愛いですか。可愛いですでも可愛くない、はい、着よう着よう着ましょうね後で。はい、いや可愛いです。気に入った、気に入りました、完全に気に入りました。一目惚れです。一目惚れだねちょっと待って、これどうやったら綺麗に折れる。まあでももうかけたら、かけちゃおっか、後で、うん、ブラウス的なものはかけた方がいいよね。だよね、後でかけます。はい、じゃあ最後かな。最後はですね、このアベイルでね買ったものなんですけど、はい、あのですね、ジーゼとバーバのお家に行きまして、はい、あげましょうおめでとうございますって挨拶しに、はい、あの鍋食べました、美味しかったですでね、あの行った時に新聞を読んでて、はい、広告を見てたんですよ。そうなの、うちね、そしたら広告ないからね、うん、新聞撮ってなくて、うんうん、読んでたんですけど、そしたらアベイルでね超可愛い洋服とかあったんですよ。それで買ってきました。はい、本当はね呪術廻戦のなんかトレーナーみたいなのがあって、そうなの、五等分の花嫁と呪術廻戦とかね、そういうなんかね、うん、あったね、アニメのね、うんうん、コラボしてて、うんうん、でもやっぱりなかったね。呪術廻戦人気なんだね。呪術廻戦だけ完売しましたって貼ってありました。人気なんだね、うん、でもね違うもの見つけたもんね。見つけたんですよ、一泊行ったのでね、アベイル。この感じのね、おぉヒロアカのね、アカがあったんですよ。それでヒロカンじゃんって、広告に載ってなくて、ヒロこれ。そうだね、それでヤンじゃんって買いました。はい、可愛くない、超可愛いんだけど。おうち着ですね。そうですね、でね、ママが見つけてくれたんですけど、こちらになんと缶バッジがついておりました。知らなかったんだけど、なんかレジの時になんか缶バッジがちらっと見えて缶バッジがついてて、でもう一種類あったんですけど、うんうんうん、もう一種類はまたもう一種類のね缶バッジがついてます、うん、違かったね、違かった。いや可愛い、いや着たいと思います。はーい、超可愛いよねこれ。続いてはじゃん、こちらのスカートでございます。あ、これね、可愛くないこれ、なんかね、ほんと今日黒の服なんだけどほんと目立てないんだけど、なんかこんな感じのね、レザー調だね、今流行りの。そう、今流行りのレザー調。しかも流行ってるプリー、細プリーズっていうの、めっちゃ細い、全部がプリーズになってる、超可愛い。これなんかさ、それ出しても可愛いよね。上出して、ウエストのゴムのとこも可愛いし。うん、なんかインしても可愛いし、うん、普通に。インしてパーカー出しても、パーカーとか、トレーナー出しても普通に可愛いし。うんうん、もうこれ何でもなんかどんな服にも合いそうな感じ。どんな服にでも合うと思います。本当いいですねこれ。こちら買ってきました。こちらお値段いくらでしたっけ？こちらね1500円です。おー安い。やっぱいいね、島村とかさ、アベイルって安いからいいよね。ちなみにさっきの、あ、2300円だ。缶バッジついてるもん。缶バッジ付き、ちょっと高めでしたね。ちょっと高めだけどね。はい、缶バッジついてるから。そうだね。安い方だよ。缶バッジ付きだったからか。安い方だ。はい。はい、ということで、ラストですね。ラストは、衣類とかじゃないんですけど。あ、靴ね。靴を買ってまいりました。久々だね、靴買ったの。そうなの、私なんか、足でかいのか。そうそうそう。なんか、M とか L とか入んないんだよね。でもこれ L だよ。そう、L 入ったんだよ、ね、入ったの、なんか
靴屋さん行くとなかなか入んなくて、なんかおしゃれなさイングとかそういうさブランドのさ全く入んないのよね。ルでもねちっちゃいキッズってなって、そうそうそう、入ってみたことがあるんですけど、なのでね、はい、今回ねそうこういうタイプの靴持ってなかったんだよね。持ってなくて超可愛くない、うん、これもなんか広告に多分載ってたやつ、載ってましたねこれ、うん、で安いんだよね。そうこれ1800円、うん、1800円で元に割引されてなかったの。あ、されてたかな、わかんないけど、なんかこんな感じの靴です。可愛いよね、超可愛いのこれ、うん、超可愛くない、まあ、すごい動きしてるす、うん、すごい動いてたけどなんでっていうなんか見せたくて両方で動きましたと思った。こんな感じです。はい、こんな感じでございました。以上でございます。はい、はい、ということで今回はね年末年始に買ったものをずらーっと紹介しました。はい、ということでね、多分ね今後の動画で多分この洋服たち出てくると思うので、はい、よろしくお願いします。はい、ということでそれではバイバーイ。でガチでさ、うん、この服着てさ、うん、2杯履いてこれよくない。あー、それもいいね。このセットもいいし、もちろんこのセットも、うん、いいと思います。バイバーイ。